はい、状態です。今日は毎月恒例のキャンディフォックスのミュージックビデオのレビューをしていきます。7曲目のシングルということで、ラキラキワサビですね。そのカレーポリスがいろいろあったから、そのまあストーリーとかを組み直さないといけないからっていうことで、キャンディフォックスのストーリーっていうのを組み直して準備万端になったら、またミュージックビデオを出していくような感じになるのかなと思ってたんですけど、僕の予想ではヨガモンクの次のシングルでその銀太が出てくるんじゃないかっていう、まあそういった予想してたんですけど、 EDM 的な曲をやって、その後にまあメンバーのソロ曲みたいなのをもう交互に出していくんだろうなって、まああの時は思ってたんで、まあそのフォーユが出たならその次はやっぱギンタだろうなと思って、だからヨガモンクの次にギンタ出るんじゃないかっていう、まあそういった予想してたんですけど、完全に外れててっていう、まあその後ですね、オーメンですかね、あれが出て、まあ急にメンバー全員が出てきたっていうことで、でまあ最後社長だと思ったら社長じゃなかったみたいな、まあそういった感じになってたんだけど、それでまあその後いきなりまあギンタ主人公のまあこのラキラキで、このラキラキわさびっていうのが出たんですけど、まあ、とにかくギンタが主人公ということで、で、まあ、千葉の面も出てましたね、まあ、わさびっていうことなんですけど、まあ、その、まあ、完全にそのわさびを、まあ、大麻と、まあ、かけてて、ミュージックビデオの内容は、今年ジェントルメンっていう映画があったんですけど、なんかそれみたいな感じだったんですね。まあ、わさびを、まあ、大麻にかけてて、で、それの、なんかこう、工場の争奪戦みたいな感じをやってるっていう、この撮影がいつやってたのかとか、この構想がいつあったのかわかんないんですけど、なんかすごいこう、ジェントルメン感があるなと思いながら、まあ、見てるんですけど、で、まあ、いつも言ってるんですけど、画面サイズですね、アスペクト比っていう、まあ、あれが、まあ、そのキャンディフォックスのミュージックビデオって大体その4対3でやってたんですよね、ずっと。今回この16対9になってて、やっぱりこのレフェゼフォックスが出してるものっていうのはやっぱスマホで受け取るからこそ、やっぱりその4対3とかにしたら、やっぱりその、まあ、左右がやっぱり真っ黒なわけで、まあ、そこの部分がやっぱり死んでるのでもったいないからっていうことがあるのかもしれないんですけど、まあその正確な意図っていうのは分かんないんですけど、曲に関してはもう曲っていうか、なんていうかな、もう完全に劇伴感が出てきてるんですよね。劇伴っていうのはその映画のその BGM みたいな感じですね。その感じがやっぱすごい強いというか、まあ、社長もちょっと前に言ってたんですけど、キャンディフォックスっていうのはその音楽集団ではなくて、その映像作品っていうか、そのキャンディフォックスっていうまあ物語なんだっていうふうに言ってたんで、その側面はすごい強くなってきたかなと。まあ、そのラキラキわさびっていう、そのなんかちゃんとした1曲っていう感じではなくて、まあ、3、4曲ぐらいなんかくっついてたっていうなんか感じっていうか、そんなイメージがあったんで、とりあえずミュージックビデオの内容に関しては、方面やってるんで、まあそのなんていうか、一人二役的なことが起こってるのか、同一人物なのかちょっと分かんないんですけど、カルト映画的なその映像としての、まあその快楽とか凄みみたいなものを感じるっていう側面がすごい強くて、社長の中には物語はあるのかもしれないけど、じゃあその物語の全貌が分かった時に、その物語に共感できるものなのかって言ったら、多分万人に対してはそういうものにはなってないと思うんですね。その全部の説明を受けて、ある程度つじつまは合ってるんだなっていう方向の作品なんじゃないかなっていうふうにまあまあ思ってるんですよね。まあ、まだそのキャンディフォックスがどこまで続くのかとか、その区切りがどこなのかっていうのも分かんないんで、ここからどうなっていくのかっていうのもまた分かんないんですけど、まあそんな風になるんじゃないかなっていうのは、まあ今のところまあ僕の予想ですね。まあそんな感じで、まあ毎月恒例のまあキャンディフォックスのまあミュージックビデオのレビューでしたということで、また来月は終始何が何だか分かんないやつが出るんじゃないかなとか、まあ思ってます。ということで今日はこんな感じで終わります。普段は新作映画を見たらすぐにレビューするチャンネルなんですけど、まあこんな感じで、まあキャンディフォックスはまあかけてる予算とかも、出てくる映像とかも、まあ、完全にこれもう映画じゃんって思ってるんで、まあ、その観点でまあレビューとかをしてるんですけど、来月も9月9日以降にですね、まあ、レビュー動画を出します。なので、まあ、チャンネル登録をしてお待ちいただければなと思います。でこの後僕短編映画撮ったんですけど、それの予告編が1分間あるので、お時間ある方は最後まで見ていただければなと思います。で本編なんですけど、概要欄にリンク貼ってるので、興味がある方はそちらも見ていただければなと思います。ということで終わります。